こんばんは、真相の火曜日キャスターの上杉隆です。こんばんは、西谷由紀子です。前回話を聞きすぎて時間を大幅にオーバーしてたんですけど、今回じゃあその分縮めるかというとそのつもりはさらさらありません、はい、この方がゲストです、はいはい、コリアレポート編集長のピョン・ジンイルさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、前回ちょっとなんあの止まらなくなりました、ね、あの前回はあの従軍慰安婦の問題から、はい、そして竹島の問題に入り、そして慰安婦像や、安住魂のその石碑の建設となってるんですけど、ちょっとその安住魂が気になるんですけど、中国、まあ、日韓とは関係ない中国でその安住魂の建設を、あの石碑をハルビンの、まあ、駅前に作るとなってるんですが、これ中国はどういう反応？中国はね、好意的ですね。好意的、前向きに対応してますね。だからあの、まあ、前回ですね、うん、ああいうことをやらすべきでなかったと申し上げましたけども、結局のところも韓国はですね、その日本に対して独自の、やっぱそのあれには限界があると、それでそのアメリカに行って議会で演説やって、中国に行って、習近平主席との会談でまたその日本について言及して、で11月はですね、そのフランス、ロンドンに、イギリスに行ってですね、また対日慰安婦やったんですね。一言で言いますとね、外圧、外国の力を借りてね、利用して、日本にプレッシャーをかけようと。ある意味うまいですよ ね、見事というか、そういう意味では。でその象徴が安住魂の、はい、その石像、これにつながってくると思いますね。あのパク大統領は今5月に訪米、はい、6月に訪中、そして11月にヨーロッパ訪問と、これはまあ、あのピョンさんの、ノーボーダーに寄稿していただいたこの前の最新の記事を読んでるんですが、そこで対日発批判発言と、やっぱり今申し上げたハルビン駅前の安住魂の石碑という形で、はい、まあ、いわゆる、国のトップがロビー活動を堂々としてるっていう、ね、そこなんですよ。ただね、私またあの前回も若干韓国政府のやり方に関してはね、過剰反応しすぎるというかね、あるいは今申しましたように外圧を使ってね、二国間の問題で外の力、外部の力を借りてねやるというやり方っていうのは好ましくないと、こう思ってるんですね。確かにあの歴史の問題とかそういう問題、韓国にとって重要な問題ですけども、例えばその韓国は中国との間にもね同じような問題を抱えてるんですよ。